アルベルトラモスイコールビノラスは、スペインバルセロナ出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス17位、ダブルス117位。ATP ツアーで、シングルス3勝を挙げている。身長188センチメートル、体重80キログラム。左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2015年の上海マスターズでは2回戦で、 世界ランク3位のロジャー・フェデラーに勝利した。2016年全仏オープンでは4回戦で、世界ランク9位のミロシュラ・オニッチに勝利し、4大大開発のベスト8進出を果たす。準々決勝では、世界ランク4位のスタン・ワウリンカに2から6、1から6、6から7で敗れた。同年のスウェーデンオープンでは準決勝で、ダビド・フェレールを破ると、決勝で、 フェルナンド・ベルダスコー63、64で破って、ツアー初優勝を果たした。2017年4月のモンテカルロ・マスターズでは3回戦で、世界ランキング1位のアンティマレー二2の6 6から2、7から5で、逆転勝利すると、準々決勝で、マリンチ・チリッチに6から2、6から7、6から2、準決勝で、リュカ・プイユに6から3、5から7、6から1といずれも、 フルセットの末に勝利し、マスターズ戦で初の決勝進出を果たす。スペイン勢同士の対戦となった決勝では、ラファエル・ナダルに1から6、3から6で敗れて、準優勝となった。大会後の世界ランキングで19位となり初のトップ、20入り。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト QF イコールベスト R イコール戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。